本日はこちらですね。魔法のミルキー。ミルキーのマモたち。買ってみました。ちょっと話題になってましたよね。こちら。っていうか、この子誰？そんな書いてますね。私の名前ってって。ということはまだ名前が決まってないのですかね。ちょっと小悪魔ミルキーっていうことで、私は、なんとつけましょう。これ普通は、なんだっけ？ミルキーちゃん？ミルキーちゃんじゃないでしょ。ペコちゃんか。ペコちゃんだから、魔法のミルキーっていうことは、マミちゃんでいいんじゃないの？魔法のミルキーということで。魔法のミルキー。マミちゃん。はい。私はマミちゃんがいいと思います。はい。ここ見たらびっくりなんですけど。真っ黒ミルキー。カシス赤黒ソース。と書いてます。はい。材料もカシスが入ってますね。では、早速開けちゃいましょう。なんか QR コードいっぱいあるんだけど、まあいいか。はい、いつもながら、ちょっと下品なんですけど、足を使います。撮影してるんでしょうがないんですよ、これ。開かない。開かない。これで、必殺、口を使います。開きました。開きました。開いてない。これよくやるんですよね。開いたと思い、手も開いてない。じゃあ、こっちを使いますね。はい、開きました。はい、マミちゃんミルキー。どんな包装なんでしょうか？おー、ほほほほほほ、ね。こう来ましたか。こう来た。シルバーにパープル。はい、ちょっといただきましょう。いきますよ。てか、めっちゃもうこの時代に匂ってます。はい、こんな感じで、は？黒じゃないじゃん。グレーじゃん。灰色じゃないですか。ちょっと待って、噛んでみますね、じゃあ。はい、噛みました。なんか入ってます。はい、これがカシスみたいですね。カシスソーダ。カシスソーダね。カシスソース。甘酸っぱい。クリスマスって感じです。はい。ミルキー。ママの味かどうかわかんないですけど、ミルキーの動画でした。じゃあねー。